皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校1年生の国語、根拠を明確にして魅力を伝えようの内容です。作品を鑑賞する文章を書くとき、自分が感じたことをただ素晴らしい、素敵だというだけでは、相手には作品の魅力が伝わりません。相手に作品の魅力を伝えるためにはどうすればいいでしょうか。ここでは魅力を伝えるために根拠を明確にして鑑賞文を書く学習をします。この単元の学習目標は2つあります。教科書180ページを見てください。目標の1つ目は、作品を鑑賞しその魅力が伝わるように根拠を明確にして文章にまとめるです。2つ目は、書いた文章を互いに読み合い、作品の捉え方や表現の仕方について考えを深めるです。学習計画はこのようになります。今日の学習は、感じたことを整理しようです。ここでは、作品を鑑賞するための観点を知り、さまざまな観点から作品の魅力を見つける方法について学びます。教科書179ページを見てください。葛飾北斎の富嶽三十六景春秋絵尻が載っていますね。まずはこの絵をじっくり観察してみましょう。一度動画を停止して絵を見てください。見終わったら動画を再生しましょう。この作品を見たとき、皆さんはどんなことを感じましたか？これは何だろう？この表現は面白い、などいろいろあるかと思います。例えば、紙が何枚も風で飛ばされていますね。右側の人は傘が飛ばされないように押さえています。空は赤みがかっていて、遠くには富士山が霞んで見えます。今度は皆さんが感じたことを言葉にしてみましょう。素晴らしい、感動したといった気持ちを言葉にして相手に伝えるためには、作品の魅力を語る観点が必要です。ここでは、魅力を伝えるために、構図・配置、対象・素材、色彩、音などの4つの観点を取り上げました。構図・配置とは、何がどこに描かれているのか、遠近、対比、奥行きなどのことです。対象、素材とは、何がどのように描かれているのか、人物の表情や動作、物の形や大きさ、動き、質感などのことです。色彩とは、どんな色がどこに使われているのか、また明暗、濃淡、色の組み合わせなどのことです。音、会話などですが、これはどんな場面の様子が想像できるか。音以外にも、匂い、温度、季節感など想像できることがありましたら、それを書いてください。もちろん、これ以外にも鑑賞する対象によって、さまざまな観点が考えられます。自分の観点がある人は、ぜひその観点を使ってください。では、観点に沿って付箋を書きます。付箋には、
1枚に1つの内容を書きます。内容によって付箋の色分けをするといいでしょう。例えば教科書179ページでは、具体的な特徴は水色の付箋で、桃色の付箋は感じたこと、想像したことを書いていますね。具体的な特徴や感じたこと、想像したことを付箋に書いてみましょう。では、動画を止めて付箋に書きます。それぞれの観点ごとに3つ以上書けるといいですね。今日は作品を鑑賞するときの観点を確認し、付箋に書いて整理する方法を学びました。この後は今日の学習を生かし、実際に自分が好きな作品を選んで鑑賞します。教科書182、183ページを参考に、構成を考えて鑑賞文を書きましょう。書いた鑑賞文をいろいろな人と交流し、共有して自分の考えを広げていきましょう。